近鉄駅舎2013年に改築された。伊勢市駅は、三重県伊勢市吹上一丁目にある、東海旅客鉄道、近畿日本鉄道の駅である。駅番号は近鉄が M73。伊勢島の中心都市、伊勢市の代表駅。古くから、伊勢参りの玄関口として利用されてきた。近鉄と場線開通前は近鉄から二見。 とばへの乗り継ぎ駅としての役割の大きい駅であった。1905年から1961年には、駅前から、伊勢神宮の下空、内空や二見ヶ浦へ向かう、路面電車の三重交通新都線が発着していた。1990年代までは、ジャスコ伊勢店、三考百貨店といったデパートや伊勢、高柳商店街、伊勢銀座新道商店街などの商店街に、 近隣の市町村から訪れる人が多く、年末の買い出し、正月の初詣では特に混雑する駅でもあった。その後、郊外の大型店が充実して、ジャスコ伊勢店、三考百貨店といった大型店は閉鎖したため、現在は、通勤、通学客の他は、駅の南側に位置する伊勢神宮下への参拝客や、JR 線と近鉄線の乗り換えで利用する客が、 多い駅となっているが、駅前の人通りは換算としている。また、伊勢市内、郊外への三重交通バス路線の拠点となっており、宇治山田駅よりも乗り入れバス路線が多い。池袋駅、大宮駅、イキャットへの夜行高速バスも乗り入れている。2015年からは、ウィラーエクスプレスの乗り入れも始まった。三重交通バス路線の廃止などにより、伊勢市、 コミュニティバスのバス路線も運行されている。戦術したように、ジャスコ、参考百貨店などの閉店で駅前を含めた、中心市街地の空洞化が激しいため、自治体では空洞化対策が検討されてきた。ジャスコ跡地については、2010年12月に、四日市市の不動産会社が再開発計画を、 発表、2013年8月11日に宿泊、温浴、商業の複合施設、伊勢下区三道伊勢上泉が開業した。参考百貨店跡地は2013年9月現在、三重交通グループの運営するコインパーキングになっていたが、参考院が建設され2016年11月に開業した。 JR 東海の三宮線と近鉄の山田線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。JR 東海、近鉄ともに、すべての列車が停車する。近鉄線利用時にはピタパおよびその、定型 IC カードの使用が可能である。また、2013年3月23日より、IC 乗車カード全国総合利用開始によって、JR 東海の遠いかも利用できるが、 JR 東海のエリア内から入場した場合は、エリア外のため利用できない。JR 駅舎看板が現在と異なっている。旧近鉄駅舎規制本線、三宮線の前身となる、三宮鉄道により、山田駅として開業。これは、駅が、当時の宇治山田町の山田地区に設けられたことから、命名された。宇治山田町の市政施行後もそのままであったが、宇治山田市が、 伊勢市に改称された4年後、駅名も新市名に合わせて、伊勢市駅と改称された。戦前引く戦後しばらくは、国鉄駅には、東京駅、大阪駅などから直通する列車が発着するなど、新都の玄関口としての役目を担っていた。しかし国鉄の乗客は、次第に並行して走る近鉄の方へ流れるようになり、広い構内を持つ国鉄の駅は閑散としていて、 その一方で、狭い近鉄の駅に客が集まるという状態になった。昨今では若干、JR の乗客も持ち直したが、大きく変わったとは言い難い状況である。1から3番線ホーム画像右側から1番線、2番線、3番線の順。4から5番線ホーム画像右側から4番線、5番線の順。双方とも、地上駅である。JR 線は、 短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線を使用し、近鉄線は相対式ホーム2面2線を使用する。各ホームは、古線橋で連絡している。近鉄線と JR 線との間には、JR の夜間帯泊用の線路があり、距離は長い。JR と近鉄の間に連絡改札はない。なお、JR 三宮線は一番線が上り本線。 2番線が下り本線となっており、3番線は上下列車が発着する副本線である。夜間大白が設定されている。JR 東海の駅は駅長、駅員配置駅である。管理駅として、たまる駅と場駅間の各駅を管理している。なお、近鉄の駅長は宇治山田駅に置かれ、当駅はその非管理駅となっている。伊勢市駅前継出店。 国土交通省、国土画像情報駅舎は、JR 線の1番線の南側と近鉄線5番線ホームの北側の2カ所ある。両事業者が校内を分割して管理する、共同使用駅となっており、南側は、JR 東海が、北側は近鉄が管理している。三重県統計省によると、1日の平均乗車辞任は、以下の通りである。 近鉄は JR からの乗り継ぎ辞任を含んでいる。伊勢市駅の利用状況の変遷を下表に示す。伊勢市、駅前バス乗り場は南口にある。北口には、徒歩数分のところに、伊勢市駅北口バス停がある。三重交通伊勢市、コミュニティバス、おかげバスウィラーエクスプレス。ありがとうございます。